高知城前停留場は、高知県高知市本町にある土佐電交通委の線の路面電車停留場。東停留場は1904年、警察前停留場の名で開業した。土佐殿交通の前身である、土佐電気鉄道の創業より存在する停留場である。停留場名は、その後、本町公園通停留場に改称されるが、1944年に、 一旦営業を休止。1950年に公園通停留場の名で復活し、1978年より高知城前停留場と称するようになった。高知城前と解消する前は、隣の県庁前停留場で下車して、高知城へ向かう観光客が多く、名称変更は観光客への案内のためだったとされる。高知城前停留場は、 伊野線の平洋軌道区間にあり、道路上にホームが設けられている。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように置かれている。ただし互いのホーム位置は東西方向にずれており、東にハリマや橋方面域のホーム、西に伊野方面域のホームがある。高知城は停留場の北、徒歩5分の距離にある。北東角には、 高知放送と高知新聞社の社屋、隣の大橋通停留場との間の軌道沿いには、日本銀行高知指定や高知本町郵便局が立地する。ABCDE 今尾圭介、日本鉄道旅高知図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。 AB ハットリシゲタカ、路面電車新時代 LRT への軌跡三回動、2006年、296ページ、ISBN4 から381018168。路面電車は行く高知高知新聞社、1998年、88ページ。ISBN4 から875032684。ABC 土砂電鉄が走る町ポンジャク98.156から158ページ、上野広と、土砂電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、 41.92ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。AB、土佐電鉄が走る街根三31ページ。電車軌道路線図。土佐電交通。2017年5月14日閲覧。ありがとうございます。